チャールズ・ロバート・ア・シュビーは、イギリスの建築家、工芸家、著作家である。芸術と工芸の共同体、ギルド・オブ・ハンディクラフトの創設者である。ロンドン西部のハウンズロー・ロンドンのアイズルワースで生まれた。父親のヘンリー・スペンサー・ア・シュビーは裕福な実業家、書籍収集家として知られ、匿名の我が秘密の生涯の著者と推定されている人物で、母親は、 ユダヤ系ドイツ人の商人の娘で、父親は母方の祖父の商社のロンドン支店長を務めていた。バークシャーのウェディントンカレッジやケンブリッジ大学のキングスカレッジで学んだ後、1882年から教会の建築を専門とする建築家のジョージ・フレデリック・ボドリーの下で修行した。1888年にロンドンに工芸学校、 ギルドスクール・オブ・ハンディクラフトを設立し、同じ年に工芸家たちと設立した共同体、ギルド・オブ・ハンディクラフトは成功し、1900年にはロンドンのギルドで働く職人は150人を超えた。金属加工場も作られ、銀食器や宝飾品なども制作された。1898年に建築家のベイリー・スコットに協力し、ヘッセン大工。 エルンストルートビヒの屋敷の家具を制作した。1900年に、ギルドの製品は、ウィーン分離派の展覧会に展示された。1896年にはアメリカを訪れ、フランク・ロイド・ライトと知り合い友人となっている。1902年にギルドをグロスタシャーのチッピングカムデンに移した。ギルドの運営を1908年まで行った。第一次世界大戦中は、カイロ大学で、 イギリス文学を教え、1918年から1922年まで、イギリス委任統治療パレスチナの行政のアドバイザーや、エルサレムの古代建築物保存のために働いた。イギリスに帰国後は、ケント州セブノックスで過ごし、建築家として働いた。ありがとうございます。